はい、ということで今回もやってきました、ジャンプ会ということなんですけど、昨日見てくれました皆さん。昨日ね、暑かったでしょ。下罰したよ本当。もうたくさんの再生ありがとうございます。はい、昨日のジャンプでも喋ったんですけども、今週のジャンプは特にね、ヒットドローがめちゃめちゃかっこいいと。そんな回なのでもうほんと好きなの。展開もとてもすごくよくって、また鬼ヶ島の決戦っていろんなところでいろんな戦いが起こってるわけなんですけど、結構ね頻繁にこうスポットライトが切り替わっちゃうわけで、ワノ国の過去とかそれぞれの思いとかも描かなきゃいけないから、それいいんだけども、僕たちはスカッとする場面が見たいんですよ。そうです。バトルでかっこいいキャラクターたちがやっぱ見たい部分もあるわけじゃないですか。はい、今回もまあ一度ルフィ VS カイドとか、まあ、ヤマトの描写で終わるのかな最後とか思ったんですけど、最後までキッドとローの戦いが描かれたということで。でしたね。しかも2週連続でちゃんと描かれるって最近珍しくないですか？確かに。2週連続だからこそ、まあ描ける熱さみたいなのがちょっとあったかなと思って、はい、めっちゃ熱くなったんですよ。田先生がまあ本当にすごいのが、まあ、青春の熱さを引き継ぎながらも先週とは違った角度から戦いを描いてるってこういうことがもう芸術の域だなと思っていて、具体的にね、先週のかっこいいポイントとしましては、圧倒的なビッグマムの強さに圧倒されつつも、まあ、ローとキッドが諦めずに共闘することなんでね、本当になんか水と油じゃないですけど全く混ざらない2人が何かの目的に動かされて共闘するシーンってめっちゃ熱くないですか？めちゃくちゃ熱いです。そう、特に最後のさ、屋上やら死んでも行かせねえというあれね、もうこのセリフ、まあ麦わらの一名のまあ仲間意識っていうのがこう芽生えてるような雰囲気がですね、すごく良かったわけですよね。それに対して今週は冒頭のキッドのローの「俺はてめえの前座じゃねえんだよ、どうでもいいだろ、くだらねえこと言ってんじゃねえ」このやり取りめっちゃいいんすよ。いいですね。協力しつつもまあライバルであるっていう関係もちゃんと維持しながらこの場面を描けてるっていうのはすごくないですか？はい。であとはなんといってもキッドの新技ですね。新技ですよね。どうでした？キッドってやっぱり自分の能力にすげえ自信持ってるじゃないですか。そうそう。自信持ってるんですよ。そうだからそれを俺は俺の戦い方を貫くんだっていうなんかその進化の方向性でいったのがすごく気持ちよかったですね。いいっすよね。直々のね考察会も先週やりまして、まあたくさん再生していただいたんですけども、直々って足金属を集めてきて、まあ、潰すっていうことだけじゃなくて、レールガンみたいなね技もあるということで、まあ、これ僕言ってて考察も当たったんですけど、まあそのコースが当たったから嬉しいっていうよりは、直々の能力の新しい要素っていうのをちゃんとこの使い方をまあ今週描いてくださったのがすごく嬉しかったなと思っていて、多分ねキッドはまだ奥の手っていうのを見せてないだけで、すでにいろんな技をまあ応用してたりとかして出してるんじゃないかとワクワクしますよねということなんですよね。まあそんな感じでとにかくですね、キッドとローの2人のかっこよさについてまあ無限に語り尽くしたいなというのがまあ今回のテーマなんですけど、僕たちはもちろんね細かいところわからないんで、3代目ナレッジキングののすけ海鮮丼さんにね今週もなんか補足していただこうかというふうに思っておりますということで、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、実はですね、三船長僕大好きっていう回は1年ちょっと前、2年弱ぐらいでやってるんですよ。でそれもですねこんだけ再生されてるんですよね。そう、やっぱね三船長のことを好きなことを喋ってるだけなのにこんだけ再生されるってことはありがたい、ありがとうございます。じゃあもう毎日喋るでっていうぐらい本当に無理に話すわけです。マジで本当に共感している人が多いんだなと思ってるんですよ。そうですね。じゃあまずプロフィールからおさらいしますね。いや聞きたい。モンキー・ D ・ルフィということで、肩書きとしては最悪の世代5番目の海の皇帝というふうに言われていますけども、どうなんですかね、海の皇帝ってこれもう5皇ということでいいんですかね。世間的にはね、例えばモルガンズが大々的に発表しましたみたいな感じになってまして、ルフィもルフィで、その例えばイーストブルーで最初に手配書が出た時めちゃくちゃ喜んだじゃないですか。そう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 、やっと俺海賊として懸賞についたみたいなことがあったんで、やっぱり周りから海賊として認められてるってことを素直に受け入れるタイプだと思うんですよ。なるほど。自分の中で俺はもう5皇なんだっていうなんか意識みたいなのが芽生えてんじゃないかなって思いますよね。なるほどね。そうだよ、確かにね、懸賞金ついて低い時もなんか次頑張れよって言ったりとか、自分が高いことのやっぱステータスっていうのは意外とプライド持ってる部分があるんだなっていうのを感じますよね。悪魔の実はゴムゴムの実ということで、これ今ちょっとすごいキーワードですけどですね、ゴムゴムの実にした理由がちゃんとそこにあるわけじゃないですか。最終的に例えば覚醒まで含めて考えていたと。なんかめっちゃ悩んだって言ってましたもんね。ですよね。だから多分ワノ国でもしかしたら覚醒までいくかもしれないですよ、それ考えたら。やっぱりキッドのローをねこの後話されると思うんですけど、覚醒してるんで、そこを並べてくるんじゃないかと。そうですよね。だからまだゴムゴムだけ覚醒が書かれてないですもんね。そうです、書かれてないです。そして覇気、当然覇王色、武装色、見聞色の3つが使えるということなんですけど、覇王色もなんかまとえることが分かったりしてて、ワノ国でも武装色もなんか竜王っていう呼び方っていうかあったりとかしてて、それぞれにももう一個バージョンがあるんだな、上のステージがあるんだなと思ったら、まとえる他にも覇王色ってもっとありそうじゃないですか。最初のそもそもの覇王色の意味ってなんか気絶させる、相手を威圧するっていう出方してたんですよ。だからまとうっていうのがそれとはまた違った方向性なんだよって1個出てきたのね。それよりはもっと先、例えばルフィだったら体から声を発してるとかっていうのが前あったんで、それがもしかしたらルフィオリジナルの覇王色の派生なのかもしれないなと。それめちゃめちゃいいっすよね。やっぱなんかかっこいいなと思っていて、覇王色ってまあ雑魚狩り専用の能力やとか言われてましたけども、生まれ持ったもののパワーってすごいいいなと思っていて、自分の中の声が発することができたら、めっちゃ混んでる居酒屋でもめっちゃ「すいません!」って言わなくても通る。それは通ります。そこ足つけたら持ってきてみたいなことを心で思っただけでパンパンって多分オーダー通ってるみたいな。あ、わかります。覇王やからもう優先せな、あそこみたいな。そうですね。あの方すぐに行って、あの方すぐに行ってなりますよ。それなりますよね。そして所属は麦わらの一味の船長、麦わら大船団の大頭ということなんですね。所属船はボーイングメリー号からサウザードサニー号に変わりました。現在の懸賞金15億ベリーということで、出身地はイースタブルドーン島ゴア王国風車村ということなんですけど、これってまあ一応公式の設定じゃないですか。そうですね。でも風車村で本当に生まれたんですかね。あ、そこですよね。僕もね、ふるさとどこって言ったら複雑で、静岡って答えるんですけど、実は生まれは大阪なんですよ。大阪の中津ってとこなんですけど、そこで生まれてすぐに僕は静岡に引っ越しちゃったから、ふるさとは静岡なんですけど、生まれがそことは言ってるわけじゃないから、もしかしたらもう新世界のどっかとか、お母さんがもうすごいやつでみたいな、そうだったら風車村かどうかは分かんない。分かんないです。これちょっとどうなんだろう。それこそ僕がですね、小焼きチャンネルさんに最初にコラボさせてもらった時から、なんか確か ASL の謎っていう企画をいただいて話したことあったんですよ。で、僕その中でルフィの母親って意外と分かってないんですよみたいな話をしたんですよ。最初買い物行ってるけど、あれって誰のために買いに行ったのとか、魚ね、そうそう、分かってないので、そこはもちろん今後明かされる部分だと思います。そうだよね。はい。で、なんなら例えばナミがココヤシで生まれ育ったけど、生まれたのはその甥っ子と、そうそうそう、でもあるんで、イーストブルーって意外とまだまだ謎が偏在してるんですよね。さあ、聞きたいね、この辺は。そして現在の年齢は19歳、誕生日5月5日、まあ子供の日ということになるんですけどね。まあよくね、5月6日と勘違いされる方いるんですけど、5月5日から子供の日というふうに覚えてください。そうです。はい。身長174センチということで、もしかしたら身長なんぼ、僕77か8ぐらいです。ああ、なるほど。僕6なんで、僕たちよりちょっと低いぐらいなんで、血液型はこれ F 型、これ大事ですよね。 F 型ね。はい。好きな食べ物肉全般、嫌いな食べ物はある店のチェリーパイということで、なんとなく趣味冒険宴ということなんですね。このプロフィール振り返ってなんかポイントあります？それやっぱりロジャーとの共通性って一つあると思うんですよ。冒険が好きだとか、海賊王になる人物、過去と未来っていうこの対比がうまくできてるなと思いましたね。なるほど。プロフィールで確かにそれありますよね。必殺技全部言ったらきりないんで、ボス戦とか主な技だけ紹介したいんですけど、ありがたい。ゴムゴムのピストル、金塊の主の時にね、バーンってもう思い過ごせばいいのところですよね。これめちゃめちゃいいんですよね。かっこよくて、しかもあの後にちゃんとダダンたちがこう覗いてて強くなった。そう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 。それもめっちゃ可愛いですよね。あれね。わかります。わかるでしょ。分かってる人は高評価しよう。ちょっと。はい。そしてアーロン戦ではゴムゴムの斧ですよね。で、クロコダイル戦ゴムゴムのストーム、エネル戦でゴムゴムの黄金ライフルという、これもかっこよかった。めちゃくちゃでかいギガント系とかも最初の技みたいな。そうですね。黄金で殴られるってどんな感覚なんやろみたいな。そんな贅沢な状況ないですけどね。そうだから今もその和の国ってその黄金の国って言われてたのだから、もしかしたらあれが再現されたら面白いなと思う。カイドウへのとどめみたいな。そうなんですよ。うわ、黄金ライフルをありえる。そしてルッチ戦ゴムゴムのジェットガトリングということで、もうギアセカンドギアサードがね披露されましたよね。この辺新ギアのオンパレードでしたね。そうなんですよね。そしてドフラミンゴ戦でゴムゴムのキングコングガンということで、ドフラミンゴを使った技は何でしたっけ？ドラミンゴが使った技がゴッドスレッドです。そう、ゴッドスレッドなんですね。それも神なんですよね。そうです、そうです。それを倒すって意味でもなんかめちゃくちゃ熱かったんですけどね。ここでギアフォースが初めて発動したんですけど、この時の衝撃えぐかった。黒い画面にギアフォースドン、あれね、これめっちゃ興奮したでしょ。吹き出しだけのやつね。吹き出しだけ。めっちゃ1週間長かったもん、あの時。どんな姿やねんって。そう。ワノ国に入った時に、今ここでやるみたいな感じで、竜になったカイドウに不意打ちしたじゃないですか。はい。あの時のもう連打がもう、コンゴオルガンとか。そうですね。あの時の持てる自分の技すべて出してんのも俺かっこよかったんですよね。常に 100%。常に全力っていうのがやっぱ新世界ルフィの良さじゃないですか。それがめちゃくちゃ心を打ちましたね。間違いない。ざっくりとした年表、イーストブルー、風車村でまあ育つということなんですけど、まあちょっとどこで生まれたか不明だと思います。正確にはね。そうです。祖父のガープにジャングルに放り込まれたサバイバル生活。この辺がね、一巻の時点では分かってないんですよね。そうなんです。そう、この辺がね、すごくいいんですよね。で、まあ伝説のシーン、シャンクスから麦わら帽子を託されるということで、エース様と出会ったり、まあ風車村17歳で出発したりとか、で、まあみんなの知るルフィになるわけなんですけども、覇気をまとうところまで今来てるわけじゃないですか。そうですね。そしたら、あと3年半ぐらいかな、時の公式の発言からすると。ですね。だからもう3年半ぐらいでワンピース終わっちゃうって一応言われてるんですけど、覇気をまとうが本当に最終形式なんですか、行き着くところもと思うんですけど、どうですか、この辺は。確かにね。さっき覚醒がちょっとあるんじゃないかって言ったじゃないですか。もちろん覇気っていうのも、選ばれし者の力って、その覇王色っていうのがあるんで、その素質として、ルフィが持ってるものを最大限引き出して、一番強くなるっていうのは分かるんですけど、ただ、ロジャーをじゃあどうやって超えるのとかっていう視点に立った時に、もっとプラスアルファでなんか、あるんじゃないかって思うんですよね。なんかね、作中一番今強いのってカイドウってイメージなんですけど、ロジャーの強さがいまいち分からないんですよ。分かんないですよ、そこなんですよ。まあロックスの怖さもよく分かんないんですけど、ロジャーを超えるって言われても、僕たち知らんかなみたいな感じなんですよ。まずロジャーが分かんないよね。そう、ロジャー、悪魔の実の能力者かも分かってないのに、比べようがないじゃんってなるんですけど、それをやっぱ超えていかないと海賊王になれないだろうし、その夢の果ても達成できないと思うから、その辺をどうかき分けるのかがね、もう楽しみなんですけど。続いてローいきますね。来たロー。トラファルガー D ワーテルローということでね、なんと隠していったと。D がね、どう思いますか？これ本当難しいんですけど、はい、やっぱ鬼ヶ島でも数奇な運命の意味を知りたいって言ってたじゃないですか。でローの過去編、一応ドレスローザでは描かれたんですが、もしかしたらその両親とかから意味なの理由とか。なるほどね。それで聞いててもおかしくないと思うんですよ。そうそう。なんで隠さなきゃいけないのかっていう理由とかね。そうそうそう。頭いいから聞いてると思うんですよね。そういうのが多分あるんじゃないかな。なるほどね。続いて肩書きは元桜花七部会、そして最悪の世代ということですよね。パンクハザードで出てきた時この構え。あれめっちゃかっこよかったでしょ。くそかっこよかったです。僕ね、あれをワンピース店で見たんですよ、昔、六本木で。ああ。もうだからめっちゃ衝撃的で、ほんとに。めっちゃかっこいいと思った。まああの辺が僕ジャンプ派になったんかな、だから。あ、そうなんですね。そうそう、昔僕コミックス派だったんですけど、ことごとくネタバレ食らうから、もうジャンプよろしくないと思って。確かに。はい。で、覇気はですね、武装色と見聞色ということで、この三船長の中で唯一、覇王色持ってないんですよ。そうですね。だから覇王色の覚醒が、ゾロもね、ちょっとそうなりかけてるので、あるんじゃないかなと思うんですよ。ちょっと劣っちゃうじゃんと。ですね。はい。っていうことを予想しております。そして悪魔の実はオペオペの実ですね。取引価格50億ベリーぐらいという。50億って何買えんのよっていう。高くすぎて。ねえ。バレルズ海賊団は自分で食べようとは思わなかったんですかね。いや、そうですよね。それだけの力があるって分かってるわけですよね。そう、分かってるわけですからね。50億だったらワンチャン自分でも稼げるって思うかな。いや、小屋っきーさんだったら稼げそうな気がします。確かにね。バレルズ海賊団ぐらいだったら、なんとか無茶したら50億いけんちゃうかって思うんですけどね。ナミちゃんだったら結構稼いだわけだから。そうですね。そして所属はドン・キホーテ海賊団構成員からアートの海賊団船長になっておりますということでね。で、所属船はヌマンシア・フラミンゴ号からポーラタンク号ということで、唯一作中の潜水艦なんですよね。あ、そうですね。確かに言われてみたら。そのレベリー編、90回あたりでホビーが魚雷止めたとかあったじゃないですか。あの時なんか潜水艦っぽい海賊一応出てきたんですけど、結構そのワンピース界珍しいんですよね。珍しいっすよね。っていうかみんな潜水艦にしたらいいじゃん。そうなんですよ。そうしたらだってバレへんですよね。そうだから、まあ一つは頂上戦争編で白ひげ海賊団がシャボンでコーティングして海底進んでいったってあるじゃん。あった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 。ああいう役も一応あるにはあるんですけど、そうかそうか。ただ船自体がそういう潜水式になってるっていうのはかなり技術力が高いと思う。そうですよね。この場合っていうのはあれかな、一応魚人と行くにしても一応コーティングはせなあかんのよね、多分ね。多分水圧関係でそうなんじゃないですかね。そうですよね。もっとでっかい潜水艦の出てきそうですね。ありそうですね。ねえ、ポーラタンゴ全員乗るって思ってるんですよ、いつも。乗り組みね。そう。あんだけ入ってるそうそうそう。って思ってるんですよ。ジャンパールが一応入れるぐらいなんでね。そうっすよね。でかいとは思うんですけど。はい。現状が2億ベリーから4億4000万ベリー、そして5億ベリーというふうになっておりますが、まあ絶対上がりますよね。上がりますでしょうね。はい。で、出身地はノースブルーのフレマン総国ですね。年齢は26歳ということで、誕生日が10月6日、トラファルガーローということですよね。身長191センチ、血液型ルフィと同じ F 型 F、 好きな食べ物はおにぎり、焼き魚ということで、嫌いな食べ物はパン、梅干し、趣味放浪、記念コイン集めということで、趣味が合いそうだな。まあ僕はあれなんですよね、フィギュアコレクターなんで、どっちかって言ったら非鉄の方が趣味合うんちゃうかとか言われたりするんですけど、こけしコレクターと一緒に過ごすの嫌だなと思って、ローと一緒に過ごしたいわと思って、どっちかというとそう、なんか好きな食べ物おにぎり、嫌いな食べ物パンとかがちゃんと作中の本編に出てきてるって珍しいキャラクターですよね。ああいう何気ない描写で好きになる要素ってすげえいいなと思って、そこでこうファンになる人もいますからね。そうなんですよね。なんかこのプロフィールで注目ポイントありますか？さっき小池さん覇王色のことでちょっと触れられたと思うんですけど、やっぱ僕はどっちかといえばオペオペの身との力でそこバランス取ってるのかなと思うんですよ。はいはいはい、なるほど。やっぱ結構チート能力だって言われてるじゃないですか。あまりにも強いと、オペオペが。だからちょっと覇王色ここに持っちゃうと、なるほど、ルフィ超えちゃうんじゃねみたいなとかあるんで、ちょっとまあ覇王色出ない可能性もあるかなって思って。確かにローがまとえるんだろうとかって言って、なんか帰国めっちゃまとわせたらもう語れへん気がするもんね。そうそうそう、どうやって戦えばいいんだろう。確かに僕前そのワンピースがもっと好きになるその瞬間って、まあそのいろんなその人にワンピースの面白さを教えてもらった時期もあるんですけど、その中の一人がローの海賊旗よく見てみって言われて、丸の周りに T の形があるんですけど、これが6個あるんですよ。だから T が6、トラファルガーローなんです。おお、確かにそうだ。すげえと思って、本当に小田先生すごすぎると思って、海賊旗のマーク1個でも考察するポイントというか伏線なんじゃないのって思う。これを知ってるだけでも好きになるでしょ。いや、なります。そういうことがなんかすごいいいなと思ったんですよね。確かに細かいことはちょっと時間めっちゃ押してるんでやめちゃうんですけど、1個だけ言わせてください。ローはそもそも改造自在人間なんですよ。そうですね。だからなんか死の外科医っていう意味合いもあるんですけど、改造自在人間って言われちゃうのなんでなんだろうなって思うんですよ。ですよね。確かにやってることって言ったら、もうオペっていうよりも性格入れ替えたり人格入れ替えたりとか、抜き取ったりとか、刀ビヨーンって伸びたりとか、改造めっちゃしてるけど魔改造してるやん、帰国王みたいな。ですね。そう、でもなんか死の外科医っていう感じじゃないんだよな。優しい感じするから。確かにね。何が改造できるんですかね、これ。例えば手術人間とかって言われてたら、ああオペオペのみだからねってなるんですけど、改造自在ってことはもっとなんか別の次元でできると。例えばそのなんか空間を切り裂いたりとか、そうっていうイメージになるわけじゃないですか。すでになんかね、物を入れ替えたりすることできるわけで、空間は支配してますからね。そう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 。だからもっとその覚醒がね、今回分かったんで、よりここからさらにこの能力の広がりっていうのが描かれていくんだろうと思いますけど。そうっすよ。もう改造自在人間っつったら、もうなんか俺ミニ四駆出てくるんですよ。なんかもうミニ四駆普通に買うじゃないですか、子供の頃。そしたらめっちゃ改造うまいやついるでしょ。ドリルとかでむっちゃなんか窓とか開けてバーンってくり抜いて、なんかヤスリでこうめちゃくちゃやってるんですよ。変わるんって言ったら、いや重さが違うで、そんな変わるんかほんまにとか、騙されてへんかもんね。このモーターが何が違うんやと言ってましたね。まあそんな感じでね、塗装したりね、そうトルク中モーターにして馬力を出すみたいなやるでしょ。分かる人知っていますか？分かる？ご評価しようちゃんと。よし、ついてきてるやん。はい、ユースタス・キャプテン・キッド、肩書き最悪の世代、悪魔の実は直々の実ということがね、SBS で判明しましたけども、覇気はですね、ちゃんと覇王色あります。そして武装色、見聞色、所属はキッド海賊団船長、所属船はビクトリアパン空港、異名はキャプテン・キッドですね。計測金は3億1500万ベリーということで、当時のルーキーの方が一番高かったのかな。そうです。ですよね。で、4億7000万ベリーに上がりましたということで、ちょっとローより下なんよね。ですね。どっちかって言ったら、キッドの方が残虐な感じするから、ちょっと少なすぎるかなと思うんですけど、これはなんかあるんですかね。いや、これ僕意外だと思ったんですよ。キッドってやっぱり2年前出てきた時からルフィよりも高かった。そうなんです。主人公より高いやつやばいじゃんってずっと来てたんですけど、ここに来てルフィとローよりも低くなっちゃった。ってことはこの後またキッドが一番上に行くとか、こう盛り返して、この三船長のうまいこうなんかせめぎ合いみたいなものを演出したいのかなっていうのを感じるんですよ。そのための低さなのかな。なんかみんなやっぱソロと三女比べたがるんですけども、この辺も気になりますよね。そうなんですよ。今圧倒的ルフィが15億なんで、ぶっちぎっちゃってるんで、ぶっちぎっちゃってるからね。出身はサウスブルー、年齢23歳、誕生日は1月10日、キッドからですね。身長205センチ、血液型 F 型、同じなんですね3センチはね。なんか傷ついて全然輸血すぐできるよ。先生回せますねこれ。血を回す。俺手術できるよみたいな。確かにロールね。便利だなこいつら。はい。で好きなためのロールキャベツ、嫌いなためのカレーうどんということで、ロールキャベツ好きって渋すぎる。渋いっす。どういうこと？育ちがいいのかなんかわかんないですけど。お上品な感じするんですよね。で嫌いな食べ物カレーうどんって何？なんでこれだけこうなったの？これはSBS で明かされたんですけど、幼い頃にシルトンドルやないかちゃんっていうですね友達女の子がいたと、でその子にカレーうどん食ってて跳ねちゃったんですよね。それで嫌われちゃったんですよ。あらそういう過去がある。そうそうそう、あんな新世界でね「昼か汁かも」みたいなこと言ってるやつが「この海に来んじゃねえよ」「汁が飛んでもカレーうどん屋に来んじゃねえよ」っていうことですよね。そうそう、意外な過去があったんです。趣味はですね、音楽鑑賞武器集めということで、意外とこれって反映されてますよね。ですね。キラーとかもカマーソニックとか音楽をオマージュしたりもしますし、パンクとかね結構アーティストの名前とか取ったりしてるんで、武器集めはもうぴったしじゃないですか。ぴったりですね。このプロフィールで注目ポイントありますか？意外と若い。ローより年下なんですよ実は。そう、3歳下ですもんね。そうそう、だからまあやっぱりエース世代ぐらいな感じのイメージなんです僕からすると。影に隠れてたけど新たに出てきた力ということで、ここからまた活躍していくんじゃないかと。なるほどですね。数あるキッタの技の中で何がこう注目ポイントです？そうですね、その最新話で言ったらもちろんラブドパンクだと思うんですよ。間違いないですよね。レールガンだと思うんですけど、意外と浅いんでめっちゃ可能性秘めてるなと思います。いやマジで僕もそう思ってるんですよ。この前東亜君に「アサインコサインダンジェントやな」っつったら「サインですよ小焼きさん」って言われて、なんか逆のなさをすげえ冷静に指摘されたからすげえラブドパンクを受けた気持ちだったもん。心に心がゾーンって穴開いた気がして冷静に突っ込まれちゃったんですよ。そうそう、ビレーもかまされてる感じだった。ショックすぎて内部破壊。そうそうそう、最悪。でもそのアサインからの SN は反則やと思うんです。そうですよね、マジで。例えば昨日も喋ったんですけど、屋上に行かせたくないんだったら、例えば本当にカイドに N、 そのビッグマムに N 曲やっといたら反発するからリベル、それこそね。そうですそうです。だから一生出会えなくなるんじゃないかって、効力がどんだけ続くかもわからないんですけど、そういうこともできるなと思ったりとか、でもっと覚醒して応用したらビッグマムの顔に N、体に N つけたらポーンってポーンって怖い。そう、なんでかって言ったらビッグマムってじゃあ腕折れました、あばら折れましたと、ここに命を与えたんですよ。ということは体も1個ずつのパーツと思ったら、こことここもパーツやろと。ポーンってコーヒー一発みたいな飛んでいくんちゃうかと。ごめんね、笑顔でそんな首飛ぶこと話してるんですけど、グロテスクですけどね、決して僕最高じゃないんですけども、そういうことできたらすげえんじゃねえの。でもおもろいっすねそれ。めっちゃ強いと思います直々は。めちゃめちゃ強いと思うんですよ本当にね。最後にですね、3船長の考察要素、謎要素をまとめたんで聞いてもらっていいですか？めっちゃ楽しみです。まずはさっき言ったようにローは覇王色の覇気をつかるようになるのか問題。そうですね。どうですかね。これもう僕さっきも言ったんですけど、疲れるようになったらなったで熱いんですよ。ただちょっとそこをなんかやりすぎというか、なくても十分強いんで、なるほどなるほど、これ最後までいっても全然いいかなと思います。なるほど。じゃあ続いてキッドも D の一族説。まあ、ルフィがモンキー D ルフィで、ローがトラファルガー D ワーテルローってついちゃってるから、どうなん？なるほど。いやうわだっく、まあもしかしたらローが覇王色を持ってない分で相殺してるのかもしれないけどね、なんか要素。そうそうですね、そう、そのイメージはあります。続いて同盟解消説。同盟解消説、最初ロビンがね不穏なこと言ってるじゃないですか。もう海賊の同盟に裏切り者つきものよと。それも言ってたし、カイドウ先輩も言ってたわけですよ。だが海賊を裏切るぞ、お前が言えないと思うんですけど、どうですかこれ8割れます？これ僕ちょっと考えたんですけど、例えばですよ、ローが数奇な運命を自分知ると、骨入れ例えば読んでとかワーテルの意味とか知った時に、ルフィのねその D の一族じゃないルフィ、その D と自分が対立する D だったみたいなとか、あるいはこういうストーリーだったとしてなったとしたら、ちょっとお前らともやっていけよみたいな。あ、なるほど。歴史と真実を知った上でどう判断するかっていうのはまだちょっと分かんないんですよ。なるほどね、そこでなんか割れちゃう可能性もあるかなと思いました。いやありえるな。なんかこの D の中でもいい D と悪い D みたいなやついるかもしれないですね。そうなんですよ。いやなるほど、知ってしまったがために別れてしまうみたいなね。なるほど。じゃあ現状にいたら今は仲いいんだけどってことですよね。ですね。いやそれ仲良くいってほしいな、なんか。いやできればねみたいですねそれは。はい、ということで今日のまとめ会はいかがでしたでしょうか、はい、もう本当に完全にジャンプ読んで楽しい勢いだけで簡単にまとめてお話してるんですけど、ね、ジャンプ界を超える長さになっておりますなんということでしょう。いやもう本当ね、この3人の魅力を語り出したらね、きりないんですよ。いや本当です、ね、本当にね、たくさんあとね、能力の考察まとめとかもちょっとまとめてたんですけど、うん、時間がもうめっちゃ押しちゃってるんで、ああなるほどなるほど。またね、見たい方はぜひね、高評価だけ押しといてください。お願いします。はい、そして今日のゲスト3代目ナルチキングの助海鮮堂さんでした、はい、ありがとうございました。どうでした？そのライゼン、そしてムクロ、ヨミ、この分かる三大妖怪でも三大っていうのがね、やっぱりすごく重要になってくると思うんで、そこ注目していきたいと思いますよ。そうですね。はい、そこでね、元気が勝ってしまうということだ。はい。